寒いのかな。どうもこんにちは。こんにちは。シンガーソングライターの宮島久夫です。今日はね、新潟の実家から動画撮ってます。撮ってます。ちょっと今日はせっかくなちもこのね、ヤマハのフォークギター入れてってますけど、ね、これ中学の1年生の時に買ったヤマハのフォークギターがあるんで、僕が書いた記事で、初心者のあなたでも必ず作曲ができるその手順と方法とはを動画で解説したいと思います。これね、結構作曲って難しいと思うんですよね。どうやって作曲したらいいんだろうと、確かに思いますよね。さあ、どうやって作曲するか。例えばですよ、僕の方法の一つとして皆さんにお伝えしたいのは、こう言葉からメロディーを導き出すみたいな。例えばなんだろう、ここね、記事のタイトルがいっぱい、こう僕の書いた記事のタイトルがいっぱい書いてあるんですけど、例えば、コード弾きで考えるピアノ弾き語りのコツとか、そういう CM ソングが流れてきたと思って作ってみる。コード弾き語りのコード弾き語りで考えるピアノ弾き語りのコツとかね、そういうね、言葉をメロディにしてみるんです。その他の記事とか、その他の記事、ライブについて、ライブについて歌うまくなるよ、ね、バカにしてるようだけど、本当実際こういう風に作ってるんです。なんだろうな、さ、僕の曲で作ったのなんだろう、あ、なんかね、去年作ったやつ、センターピンを狙えっていう曲があるんですけど、それもね、この言葉からセンターピンを狙え、センターピンを狙えって何度も言うんです。あの、頭の中でセンターピンを狙え、それが CM で流れていたらどんなかなってメロディーですけど、センターピンを狙え、センターピンを狙えって僕が思い浮かんだのがそれなんです。それでそのまま作ったと。そうするとね、サビはできると意外と他の A メロ B メロもなんかそれから導き出されてこう曲ができたりします。どんな曲かって言って、センターピンを狙え、センターピンを狙え、チャン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 。ちょうどこの時ね、浜翔カバー100曲とかってやってたんで、なんか浜翔っぽい曲でやってみようかなと思って。上方の時代の中で、あれもこれもと寄り道していたら、なんかちょっとマネーみたいな感じですよ。なんかね、そうそう、ちょっと浜翔カバーをやったらやってた時期なんで、ちょっとそれっぽくなっちゃった。まあそれは置いといて、一つのね、言葉からメロディーをなんか導き出す、その言葉が CM で流れてたらどんなメロディーなんだろうとか、それがちょっと作曲のヒントになるかなと思います。いかがでしたでしょうか。試してみてください。じゃあ最後の挨拶いくよ。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。にゃんこスター。最後まで視聴いただきありがとうございました。宮島久夫です。今ですね、僕の最新アルバムハートストリングスの12曲を、メルマガ登録していただいた方に、無料で差し上げることをやっております。ぜひメルマガ登録してください。いろんな最新情報やね、あの制作秘話などもね、随時メールしてますので、よろしくお願いします。スマホの方は動画の右下のところ、下三角をポチッと押してもらうと、2行目に URL が出てきますので、そこをクリックしていただくとメルマガ登録ページに飛びます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。